抜けてるわ。え？まるまる一つ分の章がすっぽり抜けてるのよ。確かここの間で西洋文化の理解とか言ってキリスト教を紹介した長文をやったのよ。キリスト教？訳してて退屈で仕方がなかったからよく覚えてるの。間違いないわ。立花さん、この抜けた部分のノートあるよね？あるけど、どうしたの？確かめたいことがあるんだ。確かめたいこと？行こう。立花さんがキリスト教についての章が丸々抜けてるって言った時、僕の中で何かが引っかかってたんだ。それが何だったのか、何が僕の頭に引っかかってたのか、ようやく分かった。何を言ってるの？ちゃんと説明してよ。キリスト教の話をする時、決まってよく口にされる言葉ってあるだろう。つまり神、死と復活、現在、人の行い、そして償い、そういった言葉のことさ。ほら、これを見て。すべて私が行いました。死、神自らの罪をここに償いたいと思います。転写トレーシングだよ。立花さん、
岸本さん、いますか？一体どうしたの、橘さん。だって、こうなったら怪しいのは岸本さんじゃない。まだ決まったわけじゃないよ。第一、密室のことも。岸本さん、橘ですけど。いないみたいだ。チャンスよ。部屋を探して、石井さんの濃度の一部が出てくれば、それが証拠になるわ。というわけだから、管理人室に行って鍵借りてきて。借りるってどういう理由で？助手なんだから、それぐらい考えなさいよ。ないわね。じゃあ早速ガサ入れを。待って、橘さん。何よ。分かったよ。何が？全部分かったんだ。ん？解決したよ。それって全ての謎が解けたってこと？そう、密室のトリックも分かった。萩原さんが言ってた通り、これは心理トリックだったんだよ。つまり、あの時石井さんの部屋には鍵なんて最初からかかってなかったんだ。浅間さんだよ。浅間さんは？いい？あの時の状況をよく思い出してみて。
状況下で部屋に鍵がかかっていたと思い込ませることが可能な人がただ一人だけいるんだ。紙が届いたわよね。あれって遅延だったの？立花さん、どうしたの？早く急がないと。ダメだ、岸本さん。やめてください。話して。話して。私はいつこの敵を取るの。確かに浅間さんに一の紙を送ったのは岸本さんだと思います。でもそれは多分親友が味わったのと同じ恐怖をあなたに与えるためにですよ。山内先生と藤崎さんを殺し、さらに自殺に見せかけて石井さんを殺害した犯人、死神はあなたです、浅間さん。わからないわ、何を言っているの。石井さんを殺した後、彼女の携帯で部員たちに遺言代わりのメールを送り、自分は部屋を出たところで待機する。そして他の人が駆けつけた時、最初に着いたように見せかけてドアノブを握り、鍵がかかっていると声高に叫んだ。全員で中に入るまで一度もノブを離そうとしませんでしたよね。それはなぜですか？答えられないのなら代わりに僕が答えましょう。
などかかっていないのがみんなにバレてしまうからです。首吊りに見せかけた方法もわかってるわ。隙を見て後ろから石井さんの首にロープをかけて背中合わせに背負い上げたんでしょ。そもそもこの方法は相手よりも背が高くないとまず成功しない。私の調査だと水泳部で一番背が高いのはあなただと思ったけど。いい加減にしてちょうだい。